はい、ご視聴ありがとうございます。第一章、両国の川開きが済んで間もなく、それは油汗のにじむような嫌に蒸し暑い晩でした。その頃、上方から江戸に入ってきて800夜鳥の恐怖になった巾着切りと語りの仲間天馬七之助の身内十何人を数珠つなぎにして江戸っ子たちにやんやと喝采を送られた銭形平次と八五郎は町奉行村越長門の神様金目の寮に招かれ、丁寧なねぎらいの言葉があった上、別室で趣向をいただいて寮を出たのはかれこれ四つ近い自分でした。平次も八五郎もことごとく満ち足りた心持ちで水岸を湿っぽい夜風に吹かせながら両国橋の上にかかると、ちょうど陰流山の四つ10時の鐘が鳴ります。上を見て通れと言われた夏の両国橋、四つ過ぎになると水の表もさすがに宵のにぎわいはありませんが、それでも玄関の響きやチョキを焦がせる水音が人の気をそそるように断続して聞こえるのでした。八五郎のたわいもない手柄話を空耳に聞きながら、ちょうど橋の中ほどまで来た時のことです。お、八、身投げだ。後ろからそっと行って抱き止めろ。酔っ払いじゃありませんか、親分。いや、酔っ払いじゃない。死神に疲れて雪を踏むように歩いている。危ねえ。平次の言葉を半分聞いて八五郎はもう行動を起こしておりました。月はまだ出ませんが、水明かりに透かして見当を定めると、反対側の欄干の方へふらふらと吸い寄せられて、旗のごとく履物を脱ぎ、何やら口の中でブツブツ言いながら飛び込もうとする男の後ろから「おっと待った！」八五郎は楽器と組みついたのです。お、死なせてください。おで、何やつまらねえ。いい年をしやがって死にせんことあるめえ。羽交い締めにしたまま欄干から引き剥がそうとしましたが、この身投げ男は思いのほかの強力で容易に八五郎の手に負えません。離してください。死ななきゃならないわけがあるんだ。そのわけというのを聞こうじゃねえか。待ちないとっさん。離してくださいよ。俺、着物が破けるじゃねえか。何や、今更死ぬ気になったものが着物ぐらい酒だって。ああ、痛いよ痛いよ。タブさを掴んでいいじゃ。無法な人だね、お前さんは。少しぐらい毛が抜けたって命に別状はねえよ。強情なじじいじゃねえか。お前さんこそ乱暴だよ。何や。この不思議な争いのバカバカしさを平次は面白そうに眺めておりましたが、潮時を見てようやく二人を引き離しました。八、もういい。死神が落ちたようだ。ハブサをつかむのはよせ。へっ、呆れたじじいだ。こんなに死にたがる野郎、俺は見たことがねえ。八五郎はブリブリ言いながら、それでも老人のそばから離れて自分の獲物なども直しております。じいさんも強情すぎるよ。死ぬ気になったのはよくよくの子細があるだろうが、褒める方だって道楽やシャレじゃねえ。誠に愛すみません。老人は死神から解放されて張り合い抜けの下予防にぴょこりとお辞儀をしました。ここで話もなるね。どっかで一平と言いてえところだが、もう四つ過ぎだ。少し遅いが俺の家まで行かねえか。それともおめえのうちまで送ってやろうか。おっさん、うちはどこだい。宗州小田原勢でございますだよ。少し遠いな。八五郎は遥かの夜空に小手をかざします。バカだな。小田原まで行く気でやがるねえ、じいさん。あんな能天気な野郎だが命の恩人と思ったら田房をつかまれたぐらい勘弁できねえこともあるね。さあ、人たちがそろとうるせえ。歩いたり歩いたり。平次にそう言われると、さすがに死ぬ気をくじかれて寂しくなったものか、老人は素直にうなずいて平次の後ろからついてゆくのでした。その後ろから虎視眈々として八五郎、老人が逃げ出したらもう一度田房もつかんで引き戻す気だったことでしょう。第二章、明神下の平次の家へ連れてきて明かりの下に座らせてもう一度驚きました。わらしべでいった味気のない髪は半分白髪が混じって多年日光の下で焼き上げた渋髪色の皮膚、遠州島の一重の尻をはしょって浅黄色の桃敷は木屑をつづったように継だらけです。どうだ、晩飯は済んだのか？昼食べたっきりだが腹いっぺいで何にも欲しくねえだよ。そうか、死ぬ気になった人だ、無理もねえ。平気づけに冷やでもいいから一杯じいさんにあげるがいい。俺と鉢はいらねえよ。本目の屋敷で何とかいう名刺を散々徴税したんだなあ、鉢。もっとも橋の上でつかみ合いをしているうちに大概冷めてしまいましたがね。呆れた野郎だ、舌なんか鳴らしやがって。そういう平次の前へ女房のおしずはいつの間に支度をしたか、三人のチョコと人肌のとっくりと二つ蜜のなめ物を並べるのでした。さてじいさん、その年寄りが死ぬ気になった話を一通り聞かしてもらおうじゃねえか。この通り俺は貧乏だから大した力にはなるめえが、幸い実手を預かってお上の御用を務めている体だ。何かまた話を聞いた上で役に立たねえものでもあるめえ。平次は酒が一回りした頃、改めてこう尋ねました。ありがとうございます。お気が落ち着いてみると死ぬ気になった足がバカだったかもしれません。実は親分さん。親父が静かに話し出しました。ひどい相模なまりですが、話の筋はよく通ります。この親父は小田原在の百姓で水右衛門というのだそうですが、裏からご領主大久保加賀守様上小川町のお屋敷にお届けする公用金100両を月当番2人で江戸まで持ってくることになったところ、一人は急病で動けなくなり、水右衛門たった一人でおぼつかないながら江戸まで持ってきたというのです。その100両の金をすぐ上小川町の大久保加賀守上屋敷へ持っていけばよかったのを、少し時刻が遅れたので伝馬町あたりへ宿を取って明日早朝届けることにし、ともかくもめったに来る折もない江戸を見物する気になり、まず両国の盛り場へ来て夕暮れ近い雑踏の中でいかがわしい見せ物かなんかを口を開いて見ていたというのです。木戸からどっと入ってきた人波がうっかりしている私へ恐ろしい勢いで突き当たってきましただ。あっと驚いて立ち直ると22、23のびっくりするほど綺麗な女があれと私の首ったまへすがりつくでねえか。あんまり悪い心持ちでもねえからその時はそのままに済ましただが、後で気がつくと内懐へ入れておいた財布がね、けんちゃっきりにやられたんだ。八五郎は口を入れました。手口はあまりにも平凡です。あの百両がなくなってはご領主様のお屋敷へも顔を出せず、そうかと言ってのめのめと村へも消えられに消えたところで、百両という大金は水何百升のこのあっしには三代かかっても工面がつかねえ。ばあさんや娘が待っていることだろうが、あっしは死んでお詫びをするほかはねえと思い定めましただ。親父は酒の酔いも冷めたらしく、薄寒そうに肩をすくめてほろりとした姿になるのです。そいつは気の毒だが百両という金はこしとらにも工面のつけようはねえ。まあ家業柄巾着切りの方へ手を回したら暗に一つその金を取り戻せねえものでもあるめえ。見せ物小屋の中でおめえさんの首ったまにかじりついたというのはどんな女だい。平次は問い返しました。5両や10両の金と違って100両とまとまっては家財道具を売っても38所借りをしても追いつかなかったのです。いい女でございましたよ。多い髪を串巻きにして色の白い背のすらりと高い、左の方に小さいほくろのある、足の首へかじりついた時はふんわりといい匂いがしましただよ。おときだ、一万家のおとぎっすよ。ガラッパチは思い当たった様子です。本所横網に住んでいる女巾着切りのおとき。一万家のような凶蛮なポーズと恐ろしい早業とで名を取った美女。それに狙われては、わらしべの髪をいった小田原台のとっさん。おへそとキスさせておいた財布でも、無事では済まなかったでしょう。だがな、八。おときは足を洗って、仇の商売をしているというじゃねえか。世間体だけっすよ。あの女がまともな小商いで、やたらができるもんすか。八五郎は鼻であしらいます。ともかくもう明日行ってみよう。本当におときが取ったんなら、右から左へ、鳥羽や吉原へ持って行ってばらまく気づけはね。平次の決心は、ようやく定まった様子です。ありがとうございます。あの金が手に戻りせいすれば、何も物好きに死ぬことはありません。水右衛門老人は思わず手などを合わせて拝むのでした。おめえさんは百姓だと言ったね。ええ、それにしちゃ大層手がきれいだが。それはそのはずで、百姓と申してもほんの猫の額ほどの畑で、大抵はばあさんがやってくれます。じゃあ荒物などの店を出して細々と小商いをしているんでございますよ。水右衛門老人はこともなげに言うのです。第三章横網のおとき。かつては何がしの書いた一万家の美女に似ているという噂が立って、自分でも一万家のおときと名乗った女巾着切りのうちは、ちょいっとした横丁を入った三軒目、人通りのあまりないところに申し訳だけの店を出したささやかな小物屋でした。小田原財の百姓水右衛門を女房のおしずに預けて、平次と八五郎はあくる朝すぐ横網へ飛んで行きましたが、折やしくおときは仕入れのことで出かけたそうで留守。店番をしている姪の小娘が「昼過ぎには戻ってまいります。しばらくお待ちくださいな」そういうのを振り切って二人は両国まで帰ってきました。八、この掛け合いはおめえ一人でやってみねえか。平次は不意にそんなことを言い出します。え、お女房はどうかしたんで？女巾着切りを痛めるのは気がさしてならねえよ。それに俺は八丁堀に行く用事を思い出したんだ。上方から来て江戸を荒らした天満の七之助一味のお知らすが明日開くはずで、笹野の旦那が何かれと前もって打ち合わせておきてえとおっしゃっていたんだ。縄を打ったのはこの俺で、口書きを取ったのは笹野の旦那だから、一応は話をしておかねえ。平次の言うのはもっともでした。やってみましょう。女巾着切りのおときを持て余しもしねえでしょうよ。じゃあ頼むよ、八。平次は八丁堀の組屋敷へ。八五郎は両国でブラブラして昼少し過ぎに引っ返したのはこんな都合があったからでした。おや、八五郎親分、さっきは銭形の親分さんもご一緒だったじゃありませんか。小物屋の店へ入ると、はっと咲いたような笑顔で八五郎を迎えたのは一万家のおときでした。22、23というにしては激しい仕事で鍛錬したせいか少し老けておりますが、それは実に見事な恰幅と輝くばかりの器量の持ち主でした。ちょいと内緒で聞きてえことがあるんだ。まあ、私に？おときは銀冠差しで小瓶をかきながら大きい目を見張ります。二の腕の美しい曲線が八五郎の目の前へほんどり浮いて、関節のほのかな炭鉱色や長いしなやかな指やよく伸びた首筋の線などたまらない魅力です。まさか口説きはしねえよ。安心して2階へでも案内してくれ。少し怖いわね。と言いながらもおときは姪の小娘に目顔で何やら含めさせて、狭いはしごをトントンと踏むのです。2階は格子に西日が当たって明るい6畳、流し鉢の灰が冷たくなったままですが、ここがおときの今らしく、妙に赤いものがちらつくのも眺めきます。八五郎親分、一体私に何の用があるとおっしゃるの？いつにもない怖い顔なんかして。大きい座布団を進めながら、おときは長いキセルでタバコ盆を引き寄せます。俺の顔だっていつでも紐が緩んでるわけじゃねえよ。本当に今日はどうかしているのね。一服吸い付けて、キセルを返して八五郎に勧めます。こんな失礼な所作ぶりも、女がいいのと色っぽいので、少しの不自然さもありません。何にも言わずに、昨日のものを出しなよ、おとき。昨日のもの？おときの眉は潜みました。少しくげ眉ですが、大きい目とよく調和して、この女巾着切りをひどく上品に見せるのは不思議なことでした。白っぱくれちゃいけねえ。ネタはちゃんと上がってるんだ。昨日の昼過ぎ、両国の見せ物。やれつけかなんかどうせ筋のよくねえ見せ物だろうが。その小屋の中でおめえは年を取ったお百姓の懐中物を抜いたはずだ。お百姓は小田原財の水右衛門という日本一の正直者さ。ご領主大久保加賀守様お屋敷に届ける村の年貢の金が100両、それを取られて思案に余り、ゆんべ両国橋からドブンとやろうとしたところ、銭形の親分と俺が助けたんだ。聞きゃあそのじいさんの財布を抜いたのは22、3のびっくりするほどいい女で、髪を串巻きにして頬に小せえほくろがあったと言われると、お府内じゃ1万円のおときの他にはねえ。とんでもない八五郎親分、私はこの春から足を洗ってあんな細々とした商売を始めたことは親分もよくご存知じゃありませんか。おときは真剣になって八五郎に向き直りました。狂心を発した顔が近々と訓じて、八五郎は思わず手を挙げて自分の額に迫るあやかしを払いのけたほどです。そら世間体をごまかす手立てじゃねえか。まあ悔しい。第一、私は昨日一日ここをちょっとも動きはしません。嘘だと思ったら下にいる姪のおゆきに聞いてください。姪もグルだったら。八五郎が美女の前にこんな強硬な陣を敷いたのは前例のないことですが、それにはまた子細があったのです。おときが女巾着切りの親分として盛んに活躍している頃、勘の悪い八五郎はこのはやぶさのような女を追い回して幾たびひどい目に遭わされたことでしょう。そんなことがあるもんですか。あれは十四になったばかりだし、つい去年の暮れ田舎から呼んだ娘じゃありませんか。言い訳を聞きに来たんじゃねえよ。こうしても白を切るなら気の毒だが、こっから縄を打って引っ立てるばかりだ。一枚絵のおときが縛られて町内の衆の晒し者になるのも洒落ているだろうよ。それは銭形の親分さんもご承知。ああ、たま親分も一緒に来るはずだったんだ。その様子じゃおしずさんも知っているだろうね。そりゃ知ってるとも。小田原財のお百姓が神田一般に聞こえるほど張り上げての話だ。八五郎の話には少しずつ誇張が加わります。おしずさんはね、両国の水茶屋に奉公している頃からの顔なじみさ。私より年は上だけれど、あの人が銭形の親分と一緒になった時、私はどんなに悔しかったか。つまらねえことを言うな。あんな巾着切りのおめえが銭形の親分なんか引き合いに出しやがると承知しねえよ。それは知っているよ。だから私はお前さんなんかとおとなしく付き合っているじゃないか。聞いておくれよ。銭形の親分さんがおしずさんと一緒になった頃から、私はぐれ出して。幼えか。さあ、ここで素直に100両出しゃ表向きはならねえことだが、このまま黙って帰ってやる。どうしても嫌だと言うなら仕方がねえ。おめえを縛って家探しをするばかりだ。どこだおとき。八五郎は袖の中の鳥縄などをまさぐりながら入り口を塞いでいきり立つのです。なんという運の悪いことだろう。私は長い間骨を折って貯めた金がちょうど100両。表水へ引っ越すつもりでその用意をしているんだよ。悔しいけれど猫の子に家探しされても見つかるに決まっている。そんな言い訳が通るか通らねえか、おしらすの砂利をつかんで申し上げてみろがいい。八親分、覚えておいで。おときは立ち上がると押し入れを開けて小さく風呂敷に包んだものを出しました。八五郎の目の前で解くと中から転がり出たのは間違いもなく小判で100両。それ見るがいい。さあ持って行っておくれちゃくしょう。よしよし、これさえ出りゃ今度だけは目こぼしてやる。勝手にしやがれ。人がせっかく堅気になろうというのに。おときは小判を取り上げて八五郎へ叩きつけそうにしましたが、思い直したよぼすでそっと畳の上を滑らせるのでした。わけもなく美しい両眼に涙が湧きます。第4章、八五郎はいい心持ちでした。長い間散々なぶり物にされた腹いせがいっぺんにできたような気がしたのです。でも2階の冷たくなった火鉢にもたれて小娘のようにしくしくと泣き出したおときを見た時は日頃の弱さが胸にこみ上げましたが、それを精一杯かみしめるとはしごを飛ぶように降りて一文字に往来へ出ておりました。懐には100両の小判がどしりと手応えがしますが、これをこう握っていさえすれば一枚絵のおときが仕返しに来ても万に一つ取られるようなことはありません。東両国へ来るとふと八五郎の足がよどみました。昨日小田原財のお百姓を魅惑した看板が若くて独り者で人一倍物好きな八五郎の注意を捉えたのです。江戸時代の見せ物がどんなに無統制でバカバカしくてエロティックで始末が悪かったか、物語、言い伝え、川柳、その他の文献にも明らかですが、八五郎が釣られた見せ物もその途方もないものの一つで、それがまた割れっかえるような大入りで木戸銭を払って入った八五郎も人並みをわけわけ、ようやく舞台の正面まで進んだありさまです。時々どーっと揺れてくる人並み、八五郎はそれに揉まれながら海中の100両ばかり気にしておりました。その間にも見せ物の番数が進んで最後のバカバカしいのが一鎖済むと、小屋いっぱいの見物は包みを切ったようにどっと外に追い出されます。両国橋の上まで夢中で人並みに押し流されてきた八五郎を、昨夜この橋から危うく身を投げようとした水右衛門のことを思い出して思わず懐に手をやってみました。あるあるどんなんだ。へその上で温めている100両の手触りには何の異常もないことがわかると、八五郎はついこんなことも言いながら大川の流れを涼しい心持ちで打ち見やるのでした。はて、だが妙に腰の軽いのは何としたことでしょう。ふと自分の腰に手をやってみると、小判の包みを海中へ入れるために腰に移したはずの大事な実手がどうしたことかなくなっているではありませんか。そうというんだ。八五郎は橋の上を引っ返してうろうろしながら元の見せ物小屋へ入りました。あ、そこにも新しい人並みが寄せて八五郎の実手などを探す工夫はなく、憲兵づくで人をのけさせるにしても実手がなくては誰も言うことも聞いてくれなかったのです。御用聞きが実手を紛失するということは、武士が領頭をなくしたよりも重大なことでした。武士の領頭は自弁で新しくなりますが、御用聞きの実手は大げさに言えば公儀からの預かり物でなくなったからといって勝手に作ることもどうすることもできないものです。それに困ったことに八五郎の持ってきた実手は自分の持っている真っ黒な房のない実手ではなくて、威勢を示して相手をくじくために親分の銭形平次から借りてきた白磨き渋さの申し分ない立派な品だったのです。その渋さも長く取って「来よう」と振り上げると、燃え立つような渋さが顔を斜めにかすってさっと宙に舞います。そのたまらない伊達な味が好きで、平次の代理をするときは平次に笑われながらもこれを借用してくるのが八五郎の例でした。親分、あいすいません。神田明神下の平次の家へ落ち合ったとき、八五郎は全く頭を上げる気力もなかったのは無理のないことでした。どうした？またしくじったのか？平次は大した気にもせずにいつもの調子でニコニコしております。おときの尼を脅かして百両の小判は確かに吐き出せました。この通り間違いありません。それでいいじゃねえか。ところがその帰り、東両国の見せ物小屋で物もあろうに親分から借りていったあの実手を抜かれてしまいました。何？なんとも申し訳がありません。坊主になろうか身投げをしようかと思いましたが。バカ、おめえの坊主頭や土左衛門姿なんか見たかねえ。実手と知って取ったのは司祭のあることだろう。しばらく様子を見るがいい。それから百両の金は伊右衛門さんに返すんだ。江戸にいつまでもいちゃろくなことはあるね。遅い早いを言わずにこれからすぐ小川町の大久保様に届けて、明日の朝は早々と小田原へ帰るがいい。路用くらいのことはあっしが何とかしよう。ありがとうございます。このご恩も。百姓水右衛門は本当に涙にくれるのでした。第5章、百姓水右衛門と名乗る老人はそれっきり銭形平次のところへ帰ってこなかったのです。八、変じゃねえか。小田原財へまっすぐに帰ったのかな。平次が気のついたのはそのあくる日。百両を持って逃げたんじゃありませんか。大久保様のお留守居に伺ってみましょう。八五郎は気軽に飛んで行きましたが、その結果はとんでもないものでした。大久保様じゃそんなことは知らねえということっすよ。殿様はご在庫だし、天狗や公金なら小田原で扱うはずだから、領地の百姓が江戸屋敷へ百両ばかりの小金を持ってくるはずはねえと言うんで。こういう報告です。しまった八、一杯食わされたよ。平次は時短だ踏みましたが追いつきません。あいつは小鳥ですかよ親分。あんまりしべえがうまいんですっかり騙されたが、考えてみるとお百姓にしちゃ手がきれいすぎたし、相模言葉も少し訛りが強すぎた。それにあの百姓は今朝顔を洗わなかったじゃねえか。私もそれを不思議に思っていました。おしずはお勝手から応じました。顔を洗ってみろ。いっぺんに化粧が崩れる。へえ、驚きましたね。これがねと八五郎。そう思ってみると稲毛の狂言なんかもしべがうますぎたよ。あ、仕方があるね。平次一代の大しくじりだ。せめておときのところへ行って詫びでも行ってくるこった。百両の金が本当におときのもんなら年季奉公しても返す工夫をするよ。平次が支度をして出かけようという時でした。八丁堀吟味与力笹野新三郎から至急呼び出しの手紙を使いの者が持って飛んできたのです。早速出かけてゆくと、笹野新三郎をもってのほかの顔色で、平次、お前がお預かりしている実手はどうした？いきなり痛いことを尋ねるのです。ああ、美濃和の万七が盗賊を捕らえたら、それがお前の実手を持っていたそうで、お奉行を村越長門の神様に直々に届け出たぞ。平次は一言もありません。御用聞きが盗賊に実手を取られてはお上のお仕置きを待つよりほかに方法はなかったのです。その実手を平時へでも返してくれることか。奉行所へ持ち出した美濃和の万七はなんという意地の悪い人間だろうと今更恨んだところでどうにもなりません。平次は焦然として帰ってきました。まことに散々です。この上は百両の金を作っておときに返し、改めて実手取り縄を返上して小商いでも始めるほかはなかったのです。橋のせいっすよ、親分。おばさんから10両ぐらいは借りられるだろうし、あとは友達を聞いて回ってなんとかして。八五郎もそんなことを言います。ああか、こればかりの金があったところで何の足しにならなんか。少し待て。俺はそれより偽500紙をあげて100両の金を戻すことを考えるよ。平次は黙って腕を組みました。女房のおしずは母親から譲られた自分のフルダンスの中身のことなどを考えておりましたが、裸になって売ったところで10両とまとまるかどうか甚だおぼつかないことです。この上は昔奉公していた両国の三津屋へ行って少し等が経っても3年なり5年なり奉公をする約束でまとまった金でも借りて夫の面目を救おうか、そんなことを胸残余をしておりました。八、偽500紙はおときを疑わせるように仕向けたろう。おときはあの日本当に両国へ行かなかったとすると、こいつはみんな偽500紙の細工だ。ええ、それからおときはおめえに覚えていろと言ったに相違ねえな。ええ、確かにそう言いました。悔しそうでしたよ。なんだって俺はこんなことに気がつかなかったんだ。偽の百姓はおときに仇をする気だったのさ。間違いもなくおときを恨んでいる自売もんだよ。それからおめえの十手を抜いたのはおときの仕業だろう。おめえに思い知らせるつもりで後を追ってきたんだ。そうして十手は美濃和の万七親分に取り上げられたんだ。平次の理性は活発に働き始めました。畜生、なんてことをしやがるんだお前。怒るなよ八。これからおときのところへ行って筋道をつけよう。一緒に来るか八。ええ、天の首でも引っこ抜かなきゃ。しかし二人は出かけるまでもありませんでした。張り切って支度をしているところへ一枚家のおときがお勝手口からそっとおしずを呼び出して平次に取り継がせたのです。何？おときが来た。ここへ通してくれ。ようやく落ち着いた平次、その後ろに肩肘を怒らす八五郎。おときはおしずの体を盾にして部屋の隅へ小さく座りました。親分さん、どんなことをしてしまいました。実手が銭形の親分さんのものと知らずに八五郎親分の腰から抜いたのを美濃和の親分に見つけられました。美濃和の親分は意地が悪くそれをお奉行所へ届け出たと聞いて、私はもう。おときは日頃のしたたかさをかなぐり捨ててポロポロと涙をこぼすのです。今さらしようがあるねえよ。それよりおめえに100両すられたと言った偽百姓に心当たりはねえか。年の頃は45、6かな。60近いように見せちゃいたが、前歯が1枚かけて右の耳たぶに傷があったようだ。間違いもなく芝居もんだよ。芝居がうますぎた。あの人ですよ親分。私の昔の亭主、いえまだほんの小娘だった私を騙した上、手ごめ同様を女房にし自分の勝手で振り捨てた七之助という悪党ですよ。上方へ行って悪事を重ね、近頃江戸へ帰ってきたと言ってしつこく昔のよりを戻すように言ってきましたが、私は相手にしなかったので、私に嫌がらせをするつもりでそんな芝居を打ったんです。そうか。どこにいるんだ。仲間は大抵縛ったが頭の七之助一人網を抜けたんだ。それなら私は知っています。ありがてえ。それから親分、これは私の手土産。なんだい。紙に包んだものを解くと中から出てきたのは切り仕立ての男の曲げ節、少し白髪の混じっているのも浅ましい姿です。なんだいこら。今の万七親分の曲げですよ。私の取った十手を巻き上げて、銭形の親分をひどい目に合わせた仕返しに、昔の手際でちょいっとあの人の曲げを切ってきました。こいつをお奉行所なり目安箱なりへ放り込んでください。負けん気のおときは悔し紛れに大変な冒険をしてしまったのです。サイズは悪い。男が曲げを切られちゃ当分世間へ顔出しもなるね。せめてそっと消してやるがいい。毛が出そろうまで風邪でも敷いたことにするんだ。そういった平次の弱気は八五郎やおときが何と言ったところで追いつきません。曲げは人知れず美濃和の万七のところに変えさせ、天馬の七之助はその晩隠れ家から召し取られました。こうして八五郎もおばさんの虎の子を狙わずに済み、おしずも水茶屋へ戻るに及ばなかったのです。百両の元では一枚絵のおときの小間物屋をどんなに洒落たものにしたことでしょう。その店へ行って時々手伝っているおしずのまめまめしい姿を見るのは誰にも悪い心持ちのものではなかったのです。美濃和の万七は二月ばかり風で引きこもり、天馬の七之助がお仕置きになったことは言うまでもありません。銭形平次の捕り物の中にも百に一つはこういった全くトリックのない物語がありました。野村古道作「銭形平次捕物控え」より盗まれた十手、書室オール読み物、昭和23年1948年6月号より全文読み切り。第一章。深川の材木問屋春木屋の主人治兵衛が死んだ女房の追善に旦那寺なる谷中の西洋寺の本堂を修理し、その費用3000両を釣り台に乗せて木場から谷中まで送ることになりました。3000両の小判は3つの千両箱に詰められ、主人治兵衛の手で封印を施し、番頭の源助と頭の達蔵が裁量で、手代わりの人足ども総勢6人、柳橋にかかったのはちょうど昼時分でした。悪い雲が出てきたね。頭、この辺りで夕立に振り込められるより一思いにのしちゃどうだろう。番頭の源助はそう言いながら額の汗をふきふき、お通の水茶屋の前に立ちました。この空模様じゃ筋飼いまでも持ちませんぜ。お通は支度をしているはずですから、ともかく晴らしてから出かけましょう。達蔵は釣り台を担いだ人足を顎で招くよぼに、お通の茶屋ののれんをかき上げました。同時にピカリとすさまじい稲光、灰色に沈んだ町の柳がカワッと明るくなると、乾ききった雷がガラガラガラッと頭の上を渡ります界隈で評判の美しいお通は、いらっしゃいという代わりに思わず悲鳴を上げてしまいました。赤前だれ、肩だすき、お盆をまびさしに怯えきった目の初々しさも役より上ではないでしょう。ちょうどその時、こだ、引っこ抜いたぞ、危ねえ、どいた、わあという騒ぎ。両国広小路の人混みの中に渦を巻いた喧嘩の輪がなだれをぶって柳橋の方へ砕けてきたのでした。どうしたかしら。喧嘩ですよ。浪人と遊び人で、荷物が大事だ、中へ入れろ。へっ。よしずばりの水茶屋で喧嘩にも夕立ちにも閉める戸がありません。3000両の釣り台はそのまま土間を通って磨き抜いた茶釜の後ろ、ほんの3畳ばかりの御座の上に持ち込まれました。前から予告があって、自分時には春木屋の荷物が休むことになっていたので、お通もお通の母親もこれは文句がありません。もっとも釣り台を担ぎ込んだ一間はすぐ神田川の貸しっぷちで、開け放した窓から行き交う船も見えようという寸法ですから、涼みにはまことに結構ですが、物を隠すのにはあまり上等の場所ではありません。頭の達蔵は釣り台の上にかけた湯炭を引っ張って一生懸命千両箱を隠すと、番頭の源助はその前に立ちふさがって精一杯外から見通されるのを防ぎました。続いてもう一口二口、すさまじい稲光が走るとはためく大雷鳴、耳を覆う間もなく血のつくような大夕立ちになりました。向こう側の家並みも見えないような、雨足に叩かれてむっと立ち上る土の香り。近頃の東京と違って電気事業も飛来心もない江戸時代には、びっくりするような大夕立ちが時々あったということです。まだ6月になったばかり、暑さは例年にないと言われましたが、それにしても真昼の大夕立ちはめったにないことでした。おかげで突っぱ抜きに始まった大喧嘩も流れて、おびただしいやじ馬は雲の子を散らすように近間の店先に飛び込んでしまいました。お通の茶店も12、13人、濡れネズミのようなのが飛び込みましたが、飼い切ったわけでもないのですから、源助苦い顔をしながら断るわけにもいきません。なんてやけな掘りだい。まるでこん中歩いてるようだぜ。まあ、松さん。ポーンと飛び込んできたのは、舞台で本雨を浴びてきたような粋な兄。出しと絵をくるくる脱ぐと、ほら、ざーっと絞って乾かしておいてくんな。心配するなってことよ。そんな腐ったひといなんざ、お屋敷へ帰りゃ何枚でもあら。無造作に掘り出して切りたてのふんどしに紺の蚊が匂う腹掛けのまま、もう一度土砂降りの中へさっと飛び出しました。まあ、裸でどこへ行くつもりなのさ、松さん。お通は追っかけ戸口まで出ましたが、もう男の姿はその辺りに見えません。またひとしきりぶり返した大ぶり、光る鳴の伴奏で、しばらくは表も向けられません。第2章。その晩、西洋寺の栗に置いた千両箱が3つ、煙のごとく消え失せてしまったのです。寺の境内に起こったことは寺社奉行の支配で、町方は関係しないのが普通ですが、揉め事や口沙汰と違って人殺しや泥棒となると、寺社奉行の慣れない手先では始末に負えません。そこで早速町方へ渡りがついて、取木笹野新三郎が係となり、谷中から浅草一帯を縄張りにしている箕輪の万七を現場に走らせましたが、それだけではどうも気になってなりません。平次、お呼びで。ちょうど八丁堀の役宅へ顔を出した銭形平次が呼び出されました。自社から頼まれて万一手落ちがあっちゃ町方の恥だ。ご苦労だがお前も言ってくれ。平次はおよそ腑に落ちない顔を見せます。不服か平次。なんでもねえ旦那、お申しつけに背く平次じゃございませんが、それでは箕輪の兄貴の顔が潰れます。町方一斗もひいてはご奉行の顔が潰れても構わぬというのか。へ、恐れ入りました。それでは潮時を見て出てめえりますが、万七兄の顔も立ててやるように差し向き八五郎をやってくださいまし。あれなら箕輪のも腹を立てません。八五郎で大丈夫か。あの野郎はバカみたいな顔をしておりますが、あれでなかなかいいとこがございます。万事はあっしが後ろ盾になって糸を引いてやります。それじゃあ八五郎を呼べ。笹野新三郎の声に応じて敷居の外からぬっと長い顔を出しました。あんなここにおるやすなんだ、そんなところにいたのか。へへって挨拶はねえぜ。と平次。でもね親分、バカみたいな顔はひどいでしょう。なんだ、聞いていたのか。見かけよりは利口だって言ったんだから、礼を言ってもらいてえぐらいのもんだ。あんなのお話を聞いてたんなら、改めて取り次ぐまでもあるめ。谷中の西洋寺に飛んで行ってみな。ゆんべ千両箱の張り番をした人間より、千両箱を拝んで、宵のうちに帰った人間を調べるんだよ。なるほどね。さすが銭形の親分だ。目の付けどころが違う。褒められたっておごりもどうもしねえよ。道場踏むな。理事は相変わらず子分思いのくせにポンポン言います。ところで親分、なんだ、まだ言い残すことがあるのか。井の輪の万七親分の鼻を明かしても構わねえでしょうね。ガラッパチは少し顎を突き出して長い舌でペロリと上唇を舐めました。バカ野郎、張り倒されねえ用心をしろ。旦那が笑っていらっしゃるじゃねえかそれじゃあ行ってめれやす。ガラッパチは笹野新三郎の前を滑ると、八丁堀から谷中まで尻をからげて宙を飛びます。第三章。おや八兄、てえそういい花じゃねえか。箕輪の万七とその子分の岡倉の清吉、朝から調べつかれて見当もつかずにいるところへ八五郎を迎えて、苦々しいとは思いながらもなんとなくほっとした様子です。箕輪の親分、当たりはつきましたかい。いや、まだついたというほどじゃあね。笹野の旦那が自社お奉行の頼みだから箕輪のも精一杯の働きを見せるだろう。やい八五郎、鼻毛なんぞ抜いてる暇があるなら谷中行って万七親分の仕事ぶりを見習ってこい。いい修行になるぞってね八五郎にしては一世一代のお世辞です。もっとも八丁堀から谷中まで考えてきたんで、これぐらいのことが言えたのでしょう。そうかい、まだ手した働きも仕事もしたわけじゃね。まあ見つくれ。万七も悪い心持ちはしなかったでしょう。つい先に立って栗へ入ると、調べ口のおさらいをするように八五郎に話してくれました。柳橋で大夕立にあったので、千両箱の釣り台が寺の門をくぐったなあ七つ下がり、そのまま薬祖母の手で受け取って、住職寄進主立ち会いの上封印を切って調べるはずだったが、法要で出かけた住職も深川から来るはずの治兵衛も夕立に振り込められて、日のあるうちに間に合いかねた。夜分千両箱を三つも置くのは物騒だし、体の弱え治兵衛はとうとう来なかったので、栗へ一晩泊めることになったが、それが悪かった。ええ、夜中過ぎまでは確かにあったというが、番人がうとうとする間に三つともきれいにやられた。気のついたのは七つ、午前4時少しめだ。それから大騒動になったが、栗のくぐりを外からこじ開けてあったから、泥棒は外から入ったに違えねえ。寝ずの番をしていた頭の達蔵が首をくくると言って騒いだが、それは止めた。寝ずの番は頭一人ですか？寺男と小坊主が二人、時々顔を出したが、それも宵のうちだけで、9つ過ぎは達蔵一人になった。すると、宵に顔を見せて千両箱を眺めるか触るかしたのは、その寺男と小坊主が二人というわけですね、親分。空っ八は、宵に帰った人間に目をつけろと言った平次の言葉を思い出したのです。蜂屋に、一応その3人が怪しいと思うのはもっともだが、寺男の野獣は、この寺に40年も勤めている忠義者で、とって71だぜ。小坊主は13と11、まだ6に味噌もすれねえ。それでも、親分の命だが、手引きはできましょう。手引きがあるならあんな頑丈なくぐり戸を外から外すような不器用なことはしねえよ。万七は少しムッとした様子です。だが、美濃屋の親分、外から入るなら何もあんなに骨を折って、念入りに頑丈なくぐりなどを外すまでもなかったっしょう。寺方だから本堂の方にはろくな締まりもねえ。少し窓は高えが、早がって廊下伝いに杉戸1名を開けさえすりゃすぐ来るじゃありませんか。空っ八の名察、万七は少したじろぎました。大層目先が見えるようになったんだね、蜂屋に。へっ、それほどでもね。バカな。大下口を一つ、この法外なうぬぼれ男を蔑むように、万七と清吉は顔を見合わせました。他に酔いに帰ったのはありませんか、親分。千両箱の釣り台を担いできた人足は、日のあるうちに番頭の源助と一緒に深川へ引き取った。住職は大夕立ちに振り込められて、目黒の檀家から帰ったのは薄暗くなる頃。それから途中から帰ったのが怪しいというならもう一人あるよ。寛永寺の薬草は3000両の吉人に立ち会うはずで、昼過ぎから寺に来ていなすったが、引き渡しが明くる日と決まって、これも夕方引き上げなすったそうだ。酔いじゃあねえが、蜂屋に言わせるとこれも怪しいんだろう。行って聞いてみな。へえ。八五郎をいっぺんにしょげてしまいました。高知山の芝居でもわかる通り、寛永寺の薬草は、見識のあったもので、町方の御用聞きなどは指もさせるものではありません。第4章、万七と清吉とガラッパチはもう一度寺の中をくまなく見て回りました。栗の八女房の床の間には濡れた千両箱を3つ置いて少しシミになった跡が今でもわかりますが、押し入れにも何度にも床下にも天井裏にも趣味壇の下にも位牌堂にもへっついの下にも千両箱などは影も形もありません。小さいものと違ってかなり大きい上、一つ一つの重さが5、6貫目もあるのですから、これだけ探してなければまず寺内にはないものと思わなければなりません。ないねえ、美濃屋の親分。とガラッパチ。おら、二時もめえから、三度も寺内を探したんだぜ。ねえことはとうに分かっているよ。泥棒が中にいるものなら、千両箱を三つも持ち出した上、ご丁寧に外からくぐりをこじ開けて入って、知らん顔をしていたことになるぜ、蜂兄。万七の言うのはもっともでした。それから、寺内の者を一人一人呼び出してもらって会いましたが、3000両の大金を盗み出しそうなのは一人もありません。住職は60を越した老僧で、末次ながら上野では幅の利けた高徳。他に寺男の八十老人と小坊主が2人。それに檀家から預かっているおるいという豊島女が1人。豊島というと荒っぽく聞こえますが、唐臼を踏むような大珍場で、渋髪色の顔には左の方から瓶へかけて大やけどのひっつりがある上、髪はトウモロコシの毛のような女。年こそ30前後ですが、これはまたあまりに痛々しい不器量です。厚木材から来ているというこったが、飯を炊くより他に能のねえ女だ。当たってみるがいい。当たるのはかまねえが、惚れられでもすると大変だぜ、蜂屋に。岡倉の清吉は横合いからくちばしを入れました。八五郎も一応はこの飯炊き女を疑いましたが、不具で不器量で、その上小柄で、ボロ切れのような見る影もない姿を見せつけられると、つまみ食い以上の悪事などはできそうにも思われません。いつからここにいるんだ？この3月の出替わりからだよ。間違いもない相模なまり、少し目やにがたまってそばへ寄るとプンと匂いそうです。慶安は？そんなものは知らねえだよ。どうも少し日当たりの悪い人間らしくも見えます。それに5、6貫目の千両箱を3つ、あっという間に持ち出すにしては、この女は少し弱すぎるでしょう。もういいよ。向こう行って猫のことでも遊んできな。蜂屋に外回りを見るか？万七は先に立って寺の外回りをぐるりと一巡りしました。おや？ガラッパチは寺の後ろの墓地、とっつきにある新仏の土まんじゅうの前へ立ち止まりました。どうしたよ、蜂屋に？と追っかけるように清吉。当番が裏っかじだぜ。なるほど、子供のいたずらだろう。向こうを向いている当番を引っこ抜いて、万七は土まんじゅうの上に正面を向けて立ててやりました。昨日は住職がいなかったんだね。そうだよ。目黒へ御用で行って薄暗くなる頃帰った。するとこの墓は早くておととい葬ったんだが、昨日の大夕立ちの後でまた掘り返していますぜ。なんだと？ガラッパチは大変なことに気がつきました。当場の戒名で見ると子供のようだが、それにしちゃ土まんじゅうが大きすぎはしませんかね、親分。ここまで聞くと、さすがに万七は老厚な御用聞きでした。栗へ駆け込んで住職を引っ張り出すと、渋るのを無理に口説き落として、岡倉の清吉を寺社奉行役宅まで走らせました。新塚を掘り返す権力などは、寺も遺族も町方も持ってはいません。手続きに暇取って、役人立ち会いの上、墓を暴いたのはその日の夕方。予期の通り千両箱が3つ、大して深くないところから現れた時は、ガラッパチは言うに及ばず、万七も清吉も思わず歓声を上げました。幸い着合わせた寄進主の春木屋治兵衛、住職と談合の上、寛永寺の薬草と寺社奉行から出張の同心立ち会いの上、三つの千両箱は本堂に移され、治兵衛の手で封を蹴ることになりました。治兵衛、封に間違いはあるまいな。と万七はさすがに黙ってはおられません。何分土の中に埋められて傷んでおりますから、確かなことは申されませんが、店でこしらえさせた風に間違いはないようでございます。治兵衛はそう言いながら封を切って一番上の千両箱を開きました。お！中は砂利と古金靴、山吹色の小判などは一枚もありません。続いて第二第三の千両箱が開けられましたが、いずれも同じことで中身はきれいにすり替えられ、砂利と金物のくずを詰めて巧みにカンカンをごまかしただけのことです。並みいる手先、役人、悟りすました住職や薬草もしばらくは口も聞けません。蜂屋にていした手柄だ。万七は一番先にこう言いました。危うく何もかも八五郎の手柄になるところを、千両箱の中身が砂利や金くずで帰ってほっとしたのでしょう。とんだ花坂じじいさ、ここほれワンワンと来やがったろ。ゲスな笑いは岡倉の清吉のゆがんだ唇からガラッパチの開いた口へてきめんに叩きつけられたのです。第五章。親分、こう言ったわけだ。美濃和の親分に苔扱いにされても腹は立たねえが、親分のことまで何とかやらちゃ我慢がならねえ。それに八五郎はすっかり取りのぼせて、親分の平次の手を取って引っ張り出しかねまじき勢いです。騒ぐな八、もう少し落ち着いて物を言え。平次も少し持て余し気味でした。俺ばかりじゃねえ親分、自社の役人の言うことが尺に触る。町方へ頼んだな、砂利や古金物を詰めた箱を探してもらうためじゃねえ。千両箱の金を取り戻したいからだって言いやがる。ちくしょう。分かったよ八、これはなるほど、おめえには荷が勝ちすぎた。そこには底がありそうだ。行ってみるとしようか。ありがてえ親分。本番はもう遅い。明日の朝早く出かけるとしよう。それだけ匠んだ仕事なら早く行ったからって尻尾をつかめるとも限るめえ。平次は落ち着き払って容易に立ち上がりそうな景色もありません。できるだけ詳しく八五郎に話させた事件の全体を反芻しながら考えているのでしょう。ところで親分、墓を掘り返した時、穴の中からこんなものを見つけたんですが。なんだ、手紙のようじゃねえか。泥だらけになってよくは分かりませんが、こう書いてありますよ。今晩牛の刻と。どれどれ、達者な手だが惜しいことに後先がねえ。いずれ悪者どもの仲間へ示し合わせた手紙だろう。万七親分にも見せてやろうと思ったが、千両箱の中身を見て嫌なことを言うから黙っててやりましたよ。人の悪いやつだ。まあこの手紙は思いのほか役に立つかもしれねえ。てめえこれを持って行ってみんなに見せびらかしてやれ。万七兄にも清吉にも寺中のものみんなに見せるんだ。言うまでもねえこったが、てめえは後先とも読めるような顔をするんだよ。今晩牛の刻だけじゃ手品にならねえ。分かったか。へっ。それから柳橋へ行ってお通の茶店で見せびらかして、などめは牙の春木屋だ。武人にも番頭にも小僧にも見せて、3000両の盗人はこの手紙を書いた人間だから、明日と言わず今日のうちに縛られるだろうとこう言うんだ。本当ですかよ親分。本当らしく持ちかけさえすりゃいい。後のことはまた後で歓迎だそうじゃねえか。平次の言いつけはいつでも意味慎重なことを知っているだけに、八五郎はそれ以上聞き返そうともしません。第6章。あくる日平次が谷中の西洋寺へ行ったのはまだ5つ少し過ぎ。おるいが朝の膳も片付けて、寺男の野獣は庭の草をむしり始めた自分でした。一応住職にも小僧にも会い、壊されたくぐりから掘り返された新墓、砂利や古金を詰めた3つの千両箱を見すましましたが、八五郎の報告以上の手がかりは1つもありません。玉川砂利に古金物か、どこかの石置き場か不審場へ行きゃ手に入るだろう。金物も古釘と鍋のかけらとより分けてあるところを見ると、鍛冶屋の物置からでも盗んできたものだろう。これは手がかりにはなるめえな。千両箱の封印も泥でめちゃめちゃ、春木屋の主人に鑑定がつかないぐらいですから、平時に分かるわけはありません。とにかく千両箱が寺へ着いた時はもう中身が変わっていたに違えねえ。小判を抜いた上、用意してきた砂利や古金物を詰めてわざわざ箱にうずめるバカはねえだろう。ガラッパチはぽかりと口を開いて平次の知恵の働きを見ております。中身が変わっているのを知らずに盗んだとすると、くせ者は2組あるわけだ。中身をすり消えたやつと千両箱を盗んだやつと。あやぶん八、黙ってろ。これは存外骨が折れそうだ。俺は中を見てくる。てめえはそれ。顎をしゃくられると、ガラッパチは急に泥だらけの手紙のことを思い出しました。それを思わせぶりに持って庭の方へ飛んで行きます。そこには寺男の野次部がおるいを捕まえて、大山様へお参りに行きたいと言ったような話をしているのでした。およ？千両箱を3つ積んであったという床の間のシミを見ると、平次は思わず声を出しました。そばには小さい小坊主が1人、何やら口ずさみながら雑用をしております。八、もう帰るよ。親分、もう見当がついたんですか？ガラッパチは例の手紙を懐へねじ込みながら飛んできました。はいくれわからねえ。へえ。けえって昼寝でもしたら結構な知恵が浮かぶかもしれねえ。てめえは両国から深川へ回ってくるんだよ。ちょうど不動様のご縁日だ。半日遊び回るにはあつらえ向きだろう。ありがたいね。だから金はふんだんに持っていたいよ。穴の開いた銭じゃ金のうちに入らねえよ。見通しだね親分。さすが銭形。ああ、今朝おしずを拝んで借りていたじゃねえか。それも承知かい。平次はガラッパチのとぼけた声を後に柳橋に向かいました。例の茶店にはおみちも母親もおりましたが、八五郎の報告以上にここでも何にもわかりません。おつ、相変わらず綺麗だね。あれ、親分さん。ところで、おとついの昼ごろ、大夕立ちと喧嘩と大金と一緒に来たんだってね。びっくりしましたわ、あの時は。3000両の釣り台どこに置いたんだ？最初は店先、喧嘩が始まったんで奥を入れた。なるほどね。それから大雨だろう。雨が先か喧嘩が先か3000両の釣り台が先か。釣り台が入ると間もなく喧嘩で、あっという間もなく大夕立ちでした。雨がすっかり上がってから釣り台は出かけたろう。千両箱が濡れるようなことはなかったはずだね。そんなことはありません。西洋寺の床の間のシミの記憶がはっきり平次の頭によみがえったのです。茶店の裏はすぐ神田川ですが、少しばかりの崖になって折からの揚げ潮がひたひたと石垣を洗っております。大夕立ちの時、ここに船がいなかったかい？平次は窓から顔を出しました。いなかったようでございますよ。いさえすればすぐ気がつくはずですから。お通の母親がそんなことを言います。水と窓との間はほんの三尺そこそこですから、船が迷っているのを茶店の中の者が気がつかないはずはありません。ありがとう。なんかまた気がついたら教えてくれ。頼むぜ。平次は愛想よくお通に分かれて深川の歩き屋へ急ぎました。第7章。これは銭形の親分さん、とんだお骨折りで。帳場にいた番頭の源助は平次の顔を見ると型のごとく薄暗い店先へ飛び出しました。まだ42、3、大店の支配人にしては少し若いくらいですが、その代わり同業中の切れ者で、体の弱い主人の治兵衛にはまことにうってつけの女房役だったのです。番頭さん、あの3000両はここを持ち出すときは確かに箱の中にあったに相違あるまいね。それはもう親分さん、主人と私が4つの目で見たことですから。それじゃあおとついの晩、店の者か通いの若い衆で外へ泊まった者はないだろうか。ちょっと調べてもらいてえが。平次は当然のことを聞きます。へえへえ、そんな疑いもあるだろうと存じまして、店の者一同も立ち会いの上、あの晩の頭数を調べておきました。この通りでございます。源助は何やら書いたものを差し出します。半紙を縦2つ折りにして、それに25、6名ほどの名前を書き、その下にいちいち証人の名を挙げて、夕方から夜明けまでの居所をしたためておりますが、それを見ると一人も家を外にしたものはありません。大層行き届いたことだね、番頭さん。いや、こうしてくださるとこちとらは大助かりさ。井の一番は支配人の源助さんで、6つ半7時から朝まで間違いもなく店にいなすったことになる。それから2番番頭の伊之助さん、時松さん、でっち小僧さんから若い衆にまで、一人も家を開けたものがないとは固いことだね。いや、大棚のしつけはさすがに恐れ入ったものだ。ところで大層見事な手だが、誰が書きなすったんだい？伊之助でございます。源助のそういうのを聞いて、2番番頭の伊之助は前額のはげたところを押さえて、ひょいっとお辞儀をしました。いい筆跡だね。材木屋の番頭さんにはもったいねえぐらいのものだ。親分さん、ご冗談を。ところで源助さん、あの釣り台を担いで谷中へ行った人足の名前がここにはないようだが、分かっているだろうね。へえ、みんな出入りのものばかりでよく分かっております。じゃあその名前をちょいっと書いてくれ。へえ、私は字がまずございます。伊之助に書かせましょうか。いや、それには及ぶまいや。伊之さんの字はこんなにたくさんあるんだから、手本にするに不足はねえ。へへへ、恐れ入ります。無駄を言いながらも源助は4人の名前を書いてくれました。おや、源さんは伊野さんよりも上手じゃねえか。こう難しい字で書かれちゃ足には読めねえ。すまねえが、そのそばに振り仮名を書いてもらいてえな。ご冗談で親分。冗談ならいいが、これが本当さ。そんなに額がありゃおかっぴきなんかしちゃいねえよ。これでよろしゅうございますか。そう言いながら源助は権六、安治、初太郎、歌八と4人の名前に振り仮名をつけてくれました。それから治兵衛に会って奉公人の身元のことをこまごまと聞いて、平次が引き上げた後へガラッパチの八五郎が恐ろしい勢いで飛び込んできたものです。何、親分をけなすった。それはお仕事した。大変な証拠が手に入ったんだ。泥棒仲間で示し合わせた手紙を千両箱を掘り出した穴の底から見つけ出したんだよ。大して汚れちゃいねえから文句はみんな読めるぜ。そんなものが証拠になりましょうか。源助と伊之助は思わず首を出しました。なるとも大なりだよ。字がめっぽうまいから関わり合いの人間の書いたものをいちいち突き合わせりゃ半日経たねえうちに星が上がるよ。番頭さん、ちょいっと見せてやろうか。ガラッパチは懐から四辺を引き出しましたが、また慌てて引っ込めて、親分に見せねえうちはめったなことができねえ。これから不動様の縁日で偽物を2つ3つ冷やかして八丁堀へ行ってみるとしよう。そんなことを言ってガラッパチは挨拶もせずに帰ってしまいました。第8章。その足で八五郎は予告の通り不動様の境内へ入っていったものです。居合抜き、豆蔵の芸当、一寸法師の手踊りと野天芸人もいちいち立ってみた上、今度は足芸とカッパ、六六首に大蛇の塩漬けといった小屋掛けの見せ物を除いて、一時ばかりのちには鳥娘の絵看板の前に持ち前の長い顔を一倍長くして見とれておりました。何をしやがる。内懐の中でガラッパチの手は袖口からそろりと入ってきた細い華奢な手首をぐっと握ってしまったのです。ごめんなさい、そんなつもりじゃ。女は驚いて手を引こうとしましたが、自慢の強力に抑えられてどうすることもできません。待っていたぜ、地震盤まで来るがいい。ガラッパチはにやりと笑いました。何をするのさ、人の手なんか握っていけすかない当変僕だよ。拝み倒しでいけないと見ると、女は急にいきり立ちました。うち見たところ27、8、どうかしたら30というところでしょうが、洗い髪のままに薄化粧を凝らし、手足は少し荒れておりますが、上から下まで申し分のない贅沢な見ごしらえを見ると、人の懐中物などを狙う人柄とはどうしても思えません。第一、その年まぶりの美しさ。ガラッパチの懐の中で手首を握られたまま必死ともがく様子は、凶暴な生めかしさをまき散らして思わずやじ馬の足を止めます。なんだなんだ、女にからかったんだろう。嫌な野郎じゃねえか。黒叩きにしてやれ。気の早い江戸っ子は事情に構わず八五郎に食ってかかりそうです。やい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 、バカな真似をすると勘弁しねえぞ。女巾着切れを捕まえたんだ。これが見えねえか。ガラッパチは左の手を袖口から出して懐に飲んだ鉄磨きの実手を見せました。ご用聞きなものか、偽物だよ畜生。女はなおも逆らいますが、ガラッパチのバカ力はそんなことをものの数ともしません。懐の手紙につられやがったろう。どこの天だか知らねえが。ガラッパチはそのまま女を追っ立てるように永代橋を渡って八丁堀の笹野新三郎役宅まで参りました。親分、とうとう捕まえましたよ。足の懐を狙ったのはこの女で。なんで、女巾着切りのお金じゃねえか。待ってましたと飛んで出た平次は八五郎の獲物を見ると少し予想外なカモになります。あ、銭形の親分さん、今日は何も取りやしません。私を捕らえてどうするつもりなんです？お金は平次の顔を見ると急に元気になります。ハチ、本当にその女がてめえの懐を狙ったのか？なんだか知らねえが、いきなり内懐へ手を入れましたよ。親分さん、お目こぼしを願います。今日は本当に何も取ったわけじゃありません。とお金。取りてえにもその男は一両とまとまった金を持ったことのねえ人間だよ。目のようなクロートが狙うような玉じゃねえ。返答はその懐にある泥だらけな手紙だろう。とんでもない親分さん。お金、おめえは巾着切りだけかと思ったら、とんでもねえ仕事へ足を踏み込んだね。親分さん。いや、俺にはだんだん分かってくる。巾着切りは重くて遠投、せいぜい叩きっぱなしか追放で済むが、3000両の盗っ人は獄門か打ち首だぜ。親分。お金はさすがにぎょっとした様子ですが、どこまでも空っ端のケチな財布を狙ったんだと言い張ります。よーしよし、それじゃあおめえの言う通り巾着切りで奉行所へ送るとしよう。だがお金、おめえの巣はどこだい？言えまい。シュシュ仕掛けは楽屋にちゃんと用意してあるはずだ。顔へすすを塗る手は古いが、目尻へ瓶付け油を塗って頬のひっつりを無にこうでこせ洗えるとは新手だったね。ピッコは右と左を間違えなきゃめったにしれっこはねえが、三月の間髪へほこりとすすを塗りこくった辛抱には驚いたよ。ハチ、大急ぎで夜中行ってみな。西洋寺の飯炊きのおるいという相模女は昼前に出たっきり帰らねえはずだから、その荷物を一つ残らずまとめて引き上げるんだ。旦那、お聞きの通りでございます。平次は後ろを向いて首を下げました。そこには与力の笹野新三郎、黙って平次の名察を聞いていたのです。そのお金は西洋寺の飯炊きに化けていたのか。万に一つ間違いはございません。お金の顔をご覧くださいまし。それにそういうあるまいなお金。と開き直った笹野新三郎の前に。恐れ入りました。女巾着切りのお金はとうとう観念の頭を垂れてしまいました。第9章。西洋寺の飯炊きのおるいが女巾着切りのお金の世を忍ぶ姿と分かっただけで、3000両の行方は一向わかりません。1000両箱を3つ盗み出してにやかに埋めたのは私と仲間の者の仕業に相違ございませんが、中身をすり替えたのは誰やら一向存じません。私どもはあの中には本物の小判があることと思い込んで、一時人目につかないようににやかへ移しただけでございます。砂利と古かなものの詰まった1000両箱を盗んでお仕置きになるのは致し方もございません。お金にこう言われると、事件は大きい壁にはたと行き詰まってしまいます。もう一つ困ったことに、ガラッパチが穴の中から拾った密書の首席が源助のでも伊之助のでも達蔵のでも野獣のでも小僧たちのでもなかったことです。さすがの平次もこの上は手の出しようがありません。あくる日の昼ごろ、使いに出た女房のおしずは血相を変えて飛び込んできました。柳橋のお通さんが3000両の盗人の疑いを受けて松さんと一緒に縛られたんですって。お通さんはそんなことをする人じゃありません。それに大工の松さんとはこの秋祝言することになっていたし、かわいそうじゃありませんか。助けてやってくださいね、お前さん。おしずとおつうは昔水茶屋にいる頃の方外で、分けても実婚の間柄だったのです。お通や松吉にそんな器用なことができるものか。誰が一体縛ったんだ？と平次。美濃羽の万七親分ですよ。松さんが大夕立の中へ飛び出したのが怪しいって言うそうですが、あの仲間の揉め事で雨なんぞ晴らしちゃいられなかったんですって。しょうがねえな。平次はもう一度出直しました。女房の友達とその許嫁を救うためというよりは、町方一党の面目のために万七を向こうに回して手柄を争うのもまたやむを得ない雨だったのです。八、両国へ行ってあの辺りで聞いたらわかるだろう。あの大夕立のあった日に喧嘩を始めた武家と遊び人の名とところを聞き出してきてくれ。大急ぎだぜ。そんなことならわけはねえ。半時たたねえうちに二人の鼻へ縄を通して引きずってくる。バカ、縛ってこいと言うんじゃねえ。名とところが分かりゃいいんだ。相手に嗅ぎ出されねえようにしろ。勝てん。ガラッパチは疾風のように飛び出しましたが、本当に半時もたたないうちに帰ってきて、上がりましたよ親分。浪人は井崎八郎、北国者で剣術も学問も大生倉だが押し狩りの名人。遊び人の方は白犬の幹事という小ば口ぶち、これも筋のよくねえ人間だ。ところはそれが不思議なんだ親分。二人とも本所相生町宗十郎棚の五軒長屋に隣り合って住んでいる無二の中だと言うんですぜ。閉めた八、その二人を踊らせよう。相手は武家ですぜ。武家だって押し狩りの名人という大生倉だ。まさか二人の手に余るようなこともあるねえ。それとも日本差しが怖えか？じゃあなんだろう親分。日本差しが怖かった日には田楽が食えねえ。顔見ても江戸の御用聞きだ。矢でも鉄砲でも。もう分かったよ八。さあ出かけよう。二人は本所相生町へ行って宗十郎棚の長屋を探し当てたのはもう夕方でした。踏ん込んでみましょうか親分。待て待て、浪人と遊び人はどうせ火おとりのようなものだ。その後ろで糸を引いてるやつの方が不定。こうしようじゃねえか八。平次は何やら八五郎の耳にささやくと、町内の番所へ入ってすずりと紙を借りて何やらさらさらとしたため、懐から小判を一枚出すとそれをくるくると包んで八五郎の手に渡しました。薄暗くなって顔のわからねえ自分を見計らってやるんだよ。いいか八。第10章。幹事、不都合なことがあるもんだな。なんです井崎の旦那。壁の穴の向こうとこっちで井崎八郎と白犬の幹事は話を始めました。今しがたあれから手紙が来たよ。3000両の金は手に入ったが、今急に箱を開くわけにいかねえ。いずれゆるゆる取り出すつもりだが、俺たち二人が江戸にいちゃ露見のもとになる。路用をやるから今晩中に江戸を退散するようにというのだ。へえ、分かったような分からねえ話だが、退散するもしねえも路用次第じゃありませんか。1000両も持ってきましたかい？とんでもねえ。それじゃ100両？100両ありゃ随分1年や半年は江戸を遠のいてもいいな。まさか10両や20両じゃねえでしょ。それが10両にもほど遠いから驚くだろう。5両ですかい？たった1両だよ。驚いたろう幹事。さあ勘弁ならねえ。下面白くもねえ大夕立の中で立ち回りまでさせやがって、3000両の手間にたった1両とはなんだ。俺のせいではないぞ。だから怒鳴り込んでやりましょう。そう、刀の手前このまま引っ込むわけにはいかんな。井崎八郎と白犬の幹事は平次の偽手紙に釣られるとも知らず、宵闇の中を相生町から深川の方へ向かいました。行く先は大方予想した通り、木場の材木問屋春木屋の裏口。何やら合図をすると、なんだってこんな自分に来るんだろう、俺はうの目高の目で見張られてるんだぜ、冗談じゃねえ、ぶつぶつ言いながら出てきたものがありました。自分や自節で考慮していられるか。あれほどの大仕事をさせながらたった一両で追い払うとは何事だ。井崎八郎の声はあたり構わず響き渡ります。たった一両、一体何がどうしたんだい、矢崎さん。さらばくれない井崎さん、手紙を見せてやりましょう。これは幹事の声です。おお、言うまでもねえ。なになに、これは俺の書いたものじゃねえぞ。誰かに騙されてここまで来たんだろう。え、さあてん。三人が身構える間もありませんでした。こようだ、神妙にせい。闇の中から不意に飛び出した平次とガラッパチ。何を、手が回ったと見るや、井崎八郎も早くも一刀を引き抜いて身構えました。番頭風の男と幹事の手には嫁にもひらめく合口。親分、三人じゃ手に負えねえ、銭を。三方から切りかかるのを引っ外して平次の手が懐に入ると、久しぶりの投げ銭。闇を切って一枚二枚三枚ヒュッヒュッと飛びます。一番先に合口を叩き落とされた幹事はガラッパチのクソ力にひしがれてカエルのようにへたばりました。続く一枚は番頭の額をつんざき、最後の一枚は井崎八郎の拳を打ちます。この闇試合は真に一瞬のうちに片付きました。幸い手に立つほどのものがなかったせいもあるでしょうが、歩き屋の裏口から明かりと人とがあふれ出た時は、平次の実手は二人の獲物も叩き落として後手にひしひしと縛り上げていた時だったのです。番頭風の男というのは言うまでもなく支配人の源助。穴の中で見つけた手紙もこの男が書いてお金のお類に渡したに相違ありませんが、平次はそれと感づきながらわざと仮名を書かせて窮屈そうに手筋も変えて書く源助の様子を観察したのでした。第11章、くせ者は4人まで縛られました。司祭というのは源助が若い自分に関係した女、今では女巾着切りのしたたか者になっているお金に迫られ、その手切れ金の調達に窮して主人が西洋寺へ寄進する3000両の大金を狙うことになったのです。仲間はまだ他に2人、その日のうちに挙げられました。3000両を乗せた釣り台が予定のとおりお通の茶屋で休んでいるところを狙い、井崎八郎と幹事は習い喧嘩をしてやじ馬と一緒に茶店になだれ込み、源助は釣り台をかばって帳場の後ろへ入れるのを合図に、窓の外に潜んでいた2人の仲間が砂利と古金を詰めた偽物の千両箱とすり替える手順になっていたのです。筋書きは不意の大夕立ちで少し狂いましたが、大体予定の通り運ばれました。もっとも夕立は人間技でこしらえられるわけはありませんから、平次は喧嘩を慣れ合いと睨んだのは軽眼でした。それから雨に当たらないはずの千両箱がひどく濡れていたのも平次の目を免れようはなかったのです。すり替えた砂利詰めの千両箱を同じ仲間がもう一度望んだのはちょっと腑に落ちませんが、それは源助の細工の細かいところで大夕立に妨げられて千両箱の引き渡しが明くる日と決まると、その偽物の千両箱を盗ませて事件をさらに複雑にしようと計画したまでのことだったのです。予定の通り引き渡しが夕方あったとすると、千両箱の中から砂利や古金が出てきた時、一番先に疑われるのは何といっても源助と富頭の達蔵です。夜中過ぎに千両箱がなくなる分には、深川にいるはずの源助だけは少なくとも疑いから除外されます。万一新墓から千両箱を見つけられたところでもともとですから、急に思い立った源助はうちからお金に手引きをさせ、井崎八郎と寛治に千両箱を3つ盗み出させて、昼のうちに見定めておいた新墓に埋めさせたのでした。店中の者の名を書いて、その晩外へ出た者のないことを平次に飲み込ませたのは、すねに傷持つ源助の余計な細工だったのでしょう。事件はこれできれいに片付きましたが、3つの千両箱の行方だけはどうしても分かりません。源助はじめ悪者の一味を思い切った労働にかけましたが、役人をからかっているのか、それとも1人2人のほかは本当に知らなかったのか、どうしても3000両の隠し場所を白状をしないのです。まだ娑婆に大事の仲間がいるんだろう。どんなことをしても3000両を探せ。笹野新三郎も躍起となりますが、お仕置きを覚悟で口をつぐんでいるのは全くどうしようもなかったのでした。平次は毎日のようにお通の茶店へ行きました。その時川に船はいなかった。2人であの大夕立の中を3つの千両箱を持って遠くへ逃げられる道理はない。平次はそういったけんとぼで橋の下、石垣、川の中、近所の物置、床下などくまなく探しましたが、何としても見つかりません。ちょうど1月目、平次は探し疲れてお通の茶店の奥にうつらうつらと居眠りしておりました。おや、もう9つかい。上野の鐘を遠く聞いて思わず起き上がると、目の下の川の水肌に何やら光るものが浮いております。平次はそのまま手すりを飛び越えて三尺の空き地に腹ばいになって水の上をじっと見つめました。灰吹きの蓋だ。流れねえのがおかしいな。棒を持ってきてひょいっとついてみると、蓋の上の取っ手に紐がついて何やら水の底に沈めてある様子です。わかった、これだ。平次の頭には電光のような知恵が働きました。あれからちょぼど1ヶ月目の新月、お月様の具合で潮の差しようが同じになったので、ちょうど真昼の引き潮時に水肌すれすれにぶかした目印のしおりが見えたのでしょう。黒塗りの灰吹きの蓋ですから、水肌からちょっと下にあっては断じて人目につく道理はありません。それから船を出して紐をたぐらせると、その下に千両箱が3つ、今度は正真正銘の山吹色のをいっぱい詰めたのが引き上げられました。親分さん、おめでとう。3000両上がったんですってね。お通は後ろから美しい顔を差し覗かせました。おかげで町方の恥にならずに済んだよ。これが見つかりゃ春木屋から100両の褒美が出るはずだ。おめえにもとんだ苦労をさせたから松吉と所帯を持つ足しに30両やろう。あれ親分さん、そんなことを。あとの30両で八の野郎に女房を持たせると。まあまだ40両残るが、こりゃおしずと俺が湯治に行って貯めた店賃を払って、残ったら大福持ちの暴れ食いでもするか。まあそれも取らぬ狸の川山用だ。3000両の金が手に戻ると春木屋は請け合い100両出すのが惜しくなって10両に負けろと言うぜ。その時は3両で我慢するんだぞ通坊。世間並みの金持ちは大概そうしたものだ。お通はしくしく泣いておりました。10日余りの万七の嫌がらせな責めもこれですっかり償われたような心持ちだったのです。それよりもおかしいのはガラッパチでした。不意に店へ入ってきて聞くともなしに平次の10回を聞くと、小さい舌口を一つ残しておよそ腹が立ってたまらないといった様子で元の往来へ飛び出してしまったのです。ガラッパチはまだ女房をもらう心持ちなどは毛頭なかったのでした。はい、ご視聴ありがとうございます。第一章。長い間こんな家業をしてはいるが、変死人を見るな、つくづく嫌だな。捕り物の名人銭形の平次は口癖のようにこう言っておりました。血みどろの死体をいじり回すのを商売冥利と考えるためには、平次の神経は少し繊細に過ぎたのです。それが一番凄惨な死体と逃れようもなく顔を合わせることになったのですから、全くやりきれません。ガラッパチ、てめえは底辺なところへ俺を引っ張ってきやがったな。縄張り違えは承知の上ですが、布袋屋の旦那が石原の親分じゃ心もとねえから、銭形のに見てもらってくれって言いますぜ。つまらねえおせっかいだ。下ぶちを一つ、それでも振りもぎって帰ることもならず、柳橋のそばにつないだ屋形船のすだれを分けました。中は血の海。古文のガラッパチが差し出したちょぼちんのおぼつかない明かりに透かしてみると、若い芸妓が一人銀冠差しを深々と右の目に突っ立てられて仰向けざまに死んでいたのです。死体以来の平次は思わず顔を背けました。若くも美しくもある様子ですが、反面血潮に死んでそのものすごさというものはありません。こりゃあひでえ。そのうちに平次は職業意識を回復して一歩女の死体に近づきました。紅のもっそをけ返して踏みはだけた足を直してやると、一番先に目についたのは手。何か持っていますぜ。ガラッパチが注意するまでもありません。平次は早くも近寄ってみると、苦悩に歪んだ女の左手に握ったのは、男物の羽織の紐。その頃流行った太く短い絹真田で、争う弾みに引きちぎったらしく、紐の耳にはむしり取ったばかりの血がついております。これはいい手がかりだ。その紐をむしり取った炉の男羽織が脱ぎ捨てたままに放り出してあるのをガラッパチは少し得意らしく拾い上げました。女の前髪は掴んで引きむしられたようでめちゃめちゃに崩れておりますが、他に傷らしいものは一つもありません。目に突っ立てた銀かんざしは鷹の葉を浅く掘った平打ちの丈夫な品で、若い芸妓の頭を飾るにしては少し野暮です。それを松の葉になった足の方三寸ほども人間の目の中へ突き立てたのですから、金槌で叩いたのでなければ恐ろしい強力です。どうして刺したろう。平次はふとそんなことを考えておりました。親分、布袋屋の旦那がちょいっとお話申し上げたいことがあるそうで。岸から拳をかがめて恐る恐る船の中を覗き込んだのは、涼みの一行に立ち混じっていた宝冠の金兵衛です。ここでよろしければお目にかかりましょうと言ってもらおうか。平次は小首をかしげてむごたらしい殺されようをした女の頭を見つめております。そこには不思議に落ち散りもせず、大枚の櫛とサンゴの五分玉に細い金足をすげたかんざしがもう一本あったのです。第二章。駒形の材木問屋で当時江戸長者番付の前頭から2、3枚目に据えられた布袋屋万三郎、なじみの芸者やっこと町内の踊りの師匠おさいを連れて、その晩駒形から涼み船を出しました。乗り合いは他に太鼓抹茶を加えて6人、船頭の直助にできるだけゆるゆるとこがせて、柳橋へ着いたのは5つ少し前。船の中に持ち込んだものではどうも酒が飲めない。ちょうど腹もすき加減だから、貸しっぷちの鶴吉で飲み直そうということになって、一同ぞろぞろと桟橋を渡って鶴吉の裏口から離れ屋へ入り込みました。芸者のやっこは若くて美しくて、中では今流行りっ子ですが、無理強いに飲まされて少し酔っているのと、土地に馴染みがないから気が詰まっていけないと言い出して、とうとう船の中に残ることになり、これもただの酒をしたたかに煽って炉を押す手もおぼつかなくなった船頭の直助と2人、もやった船のへさきと共に分かれて、水を渡ってくる涼しい風に酔いを吹かれていたのです。それから半時ばかり経って、直助は襲われるように目を覚ましました。客がいなくなると急に酔いが発して、炉にもたれたまますっかり眠りこけていたのです。ついすだれ1枚隔てて、もったいないが観音様の次と言われている人気者のやっこ。近頃は万三郎の持ち物のように思われている美しい芸者がいると思うと、年が若いだけに少しは決まり悪くなります。よだれを拭いて直助は何のこともなくへさきの方を透かしてみました。両方の軒に吊るした提灯はいつの間にやらろうそくが尽きて半分ほどは消えてしまいましたが、それでもすだれの中を見る程度には差し支えありません。血の海、眼球に突っ立った銀かんざし、乱るるもっその紅、たった一目で直助は仰天しました。眠気も酔いも覚めてしまって、鶴吉の離れ屋へ鉄砲玉のように飛び込んだものです。騒ぎは愚風のごとく巻き起こりましたが、何をどうすればよいのか、まるで見当がつきません。老役人のところへ人を飛ばせたのはよほど経ってからのこと。いい塩梅に取り物の名人銭形の平次が寄り合いの帰り子分のガラッパチと二人で鶴吉の表で飲んでいることが分かったので、とりあえず引っ張り出して縄張り違いだからと再三断るのを無理に、ともかく検視の役人の来る前に一通り現場を見てもらうことになったのです。親分、こういうわけだ。何分よろしく頼みます。大家の主人がこうなっては目明かしやおかっぴきの機嫌も取らなければなりません。布袋屋の主人万三郎は小判を5、6枚花紙にひねると平次の袖へそっと滑らせました。お、何をなさるんです。そんなことをしちゃかえって旦那の二目だ。平次は小声でたしなめて小判の包みを万三郎の手に返しました。小判5、6枚というと今の相場にして5、6万円にも匹敵するでしょうから、ケチなおかっぴきを買収する袖の下としては不足はありませんが、万三郎は平次の心持ちを計りかねて、もう少し多くしなければならなかったかしらといった疑いに悩まされておりました。平次は一切構わず、座敷の上に不安な顔を押し並べた同勢を見渡しました。布袋屋万三郎は37、8、少しのっぺりしておりますが、なかなかのいい男。その頃の大商人らしく、少しく派手ではあるが、管轄な様子合いから見ても、銀かんざしを振るって女を殺すような認定とは思われません。その後ろに従うのは、太鼓持ちが2人、看板1人、盗み食いや夜逃げはするかもしれませんが、人間1匹殺せる人相のはおりません。万三郎の袖の影から恐怖に引きつった青白い顔を覗かせているのは、踊りの師匠のおさい、27、8の中年間ですが、商売柄身のこなしの鮮やかな水際だって美しい女です。しかしこれとても人間の目の中へ銀かんざしを3寸も叩き込める柄ではありません。最後にまだ船の中に残っている船頭の直助があります。30前後の独り者で、人はいいが酒癖の悪い男。疑えばまずこれが一番疑われる地位にあります。平次は腕をこまぬいてじっと考え込みました。川を渡る夜の風が6月といっても少し冷え冷えとして、初降過ぎの江戸の静かさは何とはなしに身にしみます。その時、銭形の兄貴、ご苦労だったね。おいらが来た上はもう引き取っても構わねえよ。トゲトゲした言葉、白い目。顔を上げると、平次とありあって手柄を争う石原の利助が、40男の押しの強そうな顔をみんなの後ろから覗かせているのでした。第3章。平次、わざわざ来てもらって気の毒だったな。どういたしまして。ご用は何でございましょう。若い与力、笹野新三郎の屋敷に呼び出された平次は、敷居の外から額越しにこう見上げました。与力とおかっぴきでは身分に大変な隔たりがありますから、許されなければ敷居の内へ入ることなどは思いもよりません。ずっと中へ入るがいい。少し聞きたいことがある。他ではない。柳橋の芸子殺し、石原の利助が飲み込んで、布袋屋万三郎をあげたんだが、どうも下手人らしくない。